2日連チャンで行ってきました、次元亭さんです。大阪扇町でございます。多いのでどんどん行きます。もずく酢体にいいと思って、こんなんとか、これ、ネバネバですね。ネバネバ食べて枝豆食べまして、ここ本当にでも何食べても美味しいですよ。この、スペアリブが、炭酸でなんか3日いったみたいな、柔らかくて美味しかったです。チャプチェも専門店より美味しい感じでございますね。でイカの刺身なんか行きつつ、あとバター醤油のこのヤングコーン、この食べ方あんまりしないと思うんですけども、これ甘くて美味しいです。それの感じの、これ名古屋風みたいなんですけど、次元亭風手羽先と、タンドリーチキンもこれほんま専門店の味というか、もう専門店、これあとガーリックチャーハンがこれもっと死ぬほどうまいっていう、で焼きそばにカレーをかけるという、あのなんか濃いんですけど、もう酒飲みには最高のあてでございます。場所はこの辺です。荻野町の、この辺ですね。ということで、また明日です。ありがとうございます。